チームとしても、個人としても満足のいく結果がまだ出ていないので、後半戦巻き返せるように頑張りたいと思います。まあ、自分はフォワードなのでやっぱり、まあ、どこのポジション やっても、ゴールという結果が今一番自分には必要かなと思っています。今年は副キャプテンも務めていて、若い選手とベテランの選手のつなぎ役だったりそういうところだと思ってます。今コロナ禍で、暗いニュースが多いご時世なので、明るいニュースっていうのを勝利で届けていけたらなと思ってます。ゴールという結果で、チームの勝利に貢献できるように、一試合一試合頑張っていきたいと思います。まあ、もっとハードワークするのと、まあ、攻撃の部分でもっとアシストや、まあ、点もそうですけど結果を残していくことです。ザスパ歴で言ったら一番長いので、まあ、そのいろいろ経験してきたことをチームに還元することだと思います。もっともっとスタジアムに足運んでほしいですし、それが僕らのパワーになるんで、これからも熱い声援よろしくお願いします。とにかく勝負にこだわって、勝ちにこだわって、皆さんにもっと応援してもらえるように頑張ります。前半戦は、まあ、正直思ったような自分たちのサッカーができてなくて、10位っていうのも下の方にいて、まあ、思うような結果ではなかったかなと思います。やっぱまあチームに貢献するゴールアシストを取るっていうことと、まあ、自分の課題である守備の面で強度っていうところをもっと高めていかないといけないなと思います。前半戦は思うような結果にいかなかったですけど、後半戦は巻き返せるっていう自信がみんなあると思うので、期待してみてほしいと思いますし、自分のプレーにも注目してほしいです。まずは自分がレギュラーとして出るっていうところを最優先として、そこでチームに貢献できるように頑張っていきたいと思います。まあ、監督交代もあって、まあ、いろいろ難しい前半戦になりましたけど、まあ、チームとして戦えていることはいいことですし、また改善点というのもはっきりしたので、そこは後半戦に生かせていけたらいいかなと思います。まあ、チームとして年齢も上なので、まあ、チームを引っ張っていけるような選手になりたいですし、まあ、ならなきゃいけないですし、まあ、あとは得点とアシストの部分でもっとチームに貢献できたらいいなと思います。まあ、コロナの中で大変ですけど、その中でもスタジアムに足を運んで一緒に戦ってくれてるのは本当に感謝してますし、まあ、その中で勝ち点3をプレゼントしてあげれてないっていうのは本当選手として申し訳なく思うんですけど、まあ、これから後半戦、より厳しい戦いになると思うので、サポーター皆さんの力が必要なので一緒に戦ってくれればと思います。いや、もう勝つ試合を見せたいですし、まあ、ホームでは勝ち点3、アウェーではまあ勝ち点1最低限持って帰れるようなゲームをしたいと思います。後半戦始まってこれからまだまだ巻き返せると思うので、チームとしてやっていきたいと思いますし、個人としては前半戦なかなか得点とかに絡むチャンスというのが少なかったので、後半戦はしっかりそこを結果出していけるように頑張っていきたいと思います。チームとしては、まあ、今夏で暑いですし、全部が全部ボール取りに行ける、体力っていうのもなかなか厳しいところもあると思うんで、しっかりチームとして、ボールを奪いに行けるようにっていうところと、まあ、ボール保持の時間を長くすることによって自分たちの攻撃の時間っていうのは長くなっていくと思いますし、自分のチャンスっていうところも増えてくると思うので、そういったところを練習からやっていきたいと思います。今チームとしてなかなか苦しい状況が続いてますけど、選手たちは本当一丸となってこの状況を乗り越えようとしてますし、自分たちはそれができると思うので、しっかり後半戦巻き返せるようにやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。まだ後半戦始まったばっかりですけど、残りの試合しっかり少しでも多く勝ち点積んで、目標である勝ち点50以上っていうのをやっぱ超えていかないといけないと思いますし、そこをしっかり達成できるようにやっていきたいと思います。まあ、前線からしっかり守備して、90分戦える選手をたくさん作って、チームとして90分いいプレーできることをすることです。ベテランのちょっと下なんで、まあ、若手と橋渡しじゃないですけど、まあ、そういうところを意識しています。
コロナ禍ですが、一人でも多くスタジアムに足運んでいただいて、まあ、来れない方はダゾーンで僕たちを応援してくれればいいかなと思ってます。もう一回スタメン取り返して、必ず、J2 残留勝ち点50取りたいと思います。41番また待ってた、まあ、もうちょっと勝ち点伸ばしたかったですけど、まあ、最低限勝ち点20ぐらい取れたんで、まあ、後半戦巻き返すために今自分に必要だと思うことは、まあ、守備範囲広くして若手として、チームを押し上げていく役割があると思っているので、群馬県民やサポーターの皆さんへメッセージをお願いします。はい、群馬の皆さんは、ちょっと待ってください。